安倍総理大臣はミャンマーの最大野党国民民主連盟の党首アウン・サン・スー・チー氏と会談し、ミャンマーの民主化や国民和解の進展を支援する考えを伝えました。スー・チー議長の総理大臣、ミャンマーの総理大臣を総理大臣として敬意を表したいと思います。会談では安倍総理が去年有志の議員でミャンマーに小学校の校舎を寄贈したことに触れました。その上でミャンマーの発展のために教育環境を整備していく必要があるという認識で一致しました。